おかげで助かったよ。ありがとう。レイメンは塔を探してるらしいんだ。塔だと？帝国軍の士官が言ってた。旧世紀を滅ぼした遺跡だって。そっか、偉いものに目をつけやがったな。帝国の連中が慌てるわけだ。帝国軍もドラゴンを欲しがってたのか。でもどうして？黒い艦隊と一戦交えるためだろう。連中もドラゴンを掘り出したらしいからな。知ってるよ、一度戦ったから。そのドラゴンには彼女が乗ってたんだ。お前が発掘所で見た女か。一体何者なんだろうな。塔にはすごい力があるらしいんだ。クレイメンの目当てもそれだと思う。塔には連中、本格的に黒い艦隊を追い始めたぜ。あ、しまった。どうした、しっとんきょうな声出して。頼まれてた部品取ってこれなかった。参ったな。パエットになんて言おう。なんだか知らねえが、発掘品なら少しばかり取ってきたぜ。半分はそれが目当てだったからな。持ってけよ、金はいらねえ。え？でも悪いよ。いいっていいって。その代わり何かあったら手を貸してくれ。お前の相棒と一緒にな。お、探してたんだぜ。どこにいたんだ。なんだよ。そうか。だけどこんなものはもういいんだ。それより見たぜ、どこで手に入れたんだあいつを。あいつって何？おいおい、とぼけるなよ。見たんだよ、あんたがあれに乗るの。まあ待てよ、そう怖い顔するなって。俺はその辺にいるボンクラどもとは違うんだから。自分の知らないものを否定するってのは最高に愚かなやつのすることだ。神だ悪魔だと怯えたり崇めたりするってのはちっとも論理的じゃない。そうだろ？その点俺は違う。知恵と知識ってやつを持ってるんだ。あんたとドラゴンを見つけたのだって旧世紀の道具の使い方を知ってたからさ。こいつを使ってあんたがゲオルギウスでドラゴンに乗ってるところを見たんだ。なあ頼むよ、純粋に学術的興味からあのドラゴンを見せてほしいんだ。分かったよ、そのうちな。それより絶対だぞ。誰だっけ。エッジ。そうだ、絶対だぞエッジ。頼むよ、
俺も今すぐなんて無茶は言わん。まあでもできる限り早く頼むぜ。そういや何か頼まれてたよな。東方。ああそうだった。あれはこの町の北東、湖を越えたところにあるはずだ。はず？こいつを使って取ったもんだからな。実際に行ったわけじゃないんだ。その時の記録見てみるか。あれは確かあった。これだ。すごいだろ。この機械も俺が直したんだね。こいつはこれを飛ばすことでいながらにして世界のあちこちを見ることができる。俺がいじった中でもとっておきのやつさ。これで終わりだ。恒星生物かなんかに攻撃を受けたんだろうな。ここにはそれっきり近寄ることもできないよ。ここウルって遺跡なんだけど、もともとここの地下から塔に行けるっていうんで調べてたんだ。空中から塔へ行こうとしても変な霧に邪魔されて行けないんだよ。ただ偶然塔が映ってた投資盤を町の人間に自慢してたら、俺が塔のことを知ってるってことになっちゃって、騙すつもりはなかったんだ。いいよ、行くのか。俺は昼間は大抵ここにいる。何かあったらいつでも来てくれ。あ、それから例の約束忘れんでくれよ。どうだいこの空中戦、俺がここまで直したんだぜ。